6月18日木曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中 KBIX 元気21前橋1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしてまいります。本日の担当は磯日彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など皆さんの身近な情報を中心にお届けしてまいります。この番組から発信した情報が少しでも皆様の胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞよろしくお願いいたします。さあ、改めまして皆さんこんにちは。今日は昨日よりもね、ちょっと日差しもなく曇りですね。この後雨が降りそうなお天気ではあります。最近は梅雨を通り越して夏だなと思いましたが、梅雨がまた戻ってきましたね。皆さん気をつけてくださいね。さあ、そして赤城山、前橋市の赤城山にあります赤城白樺牧場では、今現在レンゲツツジ見ごろを迎えているそうです。レンゲツツジは群馬県の県のお花であります。高さは1メートルから2メートルの木にラッパ型に朱色の大ぶりな花を密集して咲かせますね。6月の上旬から下旬にかけて白樺牧場を燃えるようなオレンジ色に染めるのがレンゲツツジです。約10万株あります。はい、この白樺牧場はですね、実はこのレンゲツツジの群生を守る目的で作られた牧場であります。動物、主に牛ですね、は木の全体に毒があるレンゲツツジを食べることはできないということで、白樺牧場の牛たちが毎日朝から夕方までツツジの周囲の草を刈っては肥料をまくという仕事を行っているおかげで、ここまでね、見事な群生が楽しめるということになっております。なるほど、そういった経緯があるということで、もしもね、週末お出かけされる方は赤城白樺牧場も一つの候補に入れていただけたらなと思います。さあ、そして本日のゲストの方はアーツ前橋の方にお話を伺いたいと思います。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。時刻は12時4分を回ります。クリップスタートです。6月18日木曜日、時刻は12時40分を回りました。前橋シティ FM のスタジオからクリップ生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、皆さん改めましてこんにちは。お昼ご飯食べてますか？お昼もしっかり食べてね、午後も頑張っていきましょう。さあ、というわけで、実はですね、今月6月は食育月間と言われているんです。食育月間は、例えばご家庭だったり学校、地域、職場ですね、など社会全体で食育推進に取り組んでいこうという、強化月間になっております。なので、この機会に食べることなんだろうというのを考えるという月間になっております。さらに明日6月19日は食育の日と言われるので、6月19日明日は特に食について考える日となっておりますね。で、市役所地下1階の階段前にはパネル展が開催されておりまして、明日までなんですけどね、食についたものが書かれておりますので、ぜひ皆さんちょっと行ってみていただいてね、見ていただきたいなと思います。どうですか、皆さんの食事乱れてます？それともちゃんと整っています？大丈夫ですかね。朝ごはんはしっかり食べている人、私はこれはちょっとはいとは言えないんですよね。
子供はね、きちんと朝食を食べましょうって学校ではよく言われるので、チェック表とかもあるので、比較的食べるかなと思いますけど、大人の皆さんもね、きちんと朝食は食べましょうということがあったり、あとは高齢者の方とかはね、栄養不足、ちゃんと栄養取れていますか？など、いろいろと問題がある中で、今この食育っていうのがとても重要になってきてるそうです。やっぱ生涯にわたってね、生き生きと暮らすことができるのには健康な食生活が大事ということで、そういった能力を身につけるためにも食育は重要になってきますよね。まずはできることから始めてみませんかということで、本当に小さなことも食育につながるんです。ご紹介したいと思います。まず一つ目は、家族や友人と楽しく食卓を囲む。一人でいただきますするのも寂しいですよね。まあ、たまには一人の時間も大切ではございますが、家族や友人と楽しく食卓を囲む。二つ目、自分の食事をチェックし、栄養のバランスを取るように気をつける。ダイエットしてる時はですね、結構こう自分は今朝何食べたとか、夜何食べたとかチェックする人もいるかもしれませんけど、なかなかね、チェックして栄養のバランスを見るってことはないので、これを機会に気をつけていきましょう。3つ目、1日3食きちんと食べる習慣を身につける。4つ目、感謝の気持ちを込めていただきます、ごちそうさまの挨拶をする。5つ目、箸の正しい持ち方や食器の正しい並べ方を身につける。6つ目、お庭や鉢植えなどで野菜を栽培して、それを料理してみる。最後、7つ目、買い物の中で新鮮で安心できる食材の選び方を身につける。私これを見た時に、ああ、なるほど。いただきます、ごちそうさま。その挨拶をする、本当に当たり前のことだけも、食育につながるんだなぁと思いました。皆さんもこのね、食育月間、本当に身近なところから始めることができますので、皆さん振り返っていただいて、この6月はぜひ食育について考えてみてはいかがでしょうか。今日はね、食育月間ということで、ぜひ、クリップしていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではここで皆さんからメールが来ています。ラジオネーム、屋台餃子のしげちゃんからです。あ、しげちゃん、お久しぶりです。お元気でしたか？僕は元気ですと来ています。はあ、元気で何よりです。ただ仕事の昼休みが12時から1時ではなく、なかなか聞けません。あ、そうだったんですね。今日久しぶりに聞けて元気いただいています。ありがとうございます。赤城白樺牧場のツツジ、ぜひ見てみたいです。聞けるとき聞かせていただきますので、よろしくお願いしますと。あー、しげさん、オープニングの話を聞いていただきました。ありがとうございます。そうなんです、今前橋市のね、まあ、赤城山の赤城白樺牧場、秘密の絶景と言われておりますが、本当だったらね、まあ、ガイドさんがね、こうガイドされるんですけど、ちょっとコロナの影響でね、まあ、中止になったりとかもしております。そこが今見頃を迎えております。10万株。はー、すごいですね。群馬県の県のお花でございまして、だいたい高さは1メートルから2メートルぐらいの木に、ラッパ型に朱色の大ぶりな花をね、密集させている、もうオレンジに染まっておりますお花でございますけど、これまあちょっと木の全体に毒があるということで、動物たちは、まあ、食べない、うん、ということで、まあ、ここまで見事な群生が楽しめるということになっているそうです。赤城白樺牧場は明治時代から続く歴史ある牧場。明治ですって。かつては80頭以上の牛をね、放牧していた。そうか。なんか羊がね、なんかいるイメージですけど、牛が80頭もいたということで。もしも、今週ね、お出かけを予定されている方は、ちょっと一つのね、ポイントに入れていただけたらなと思います。コロナ対策をね、しっかりとっていただいて、綺麗だね、すごいね、素敵だねと言いながら、ぜひ皆さん写真も撮っていただいて、シャープ前橋市などで、更新していただけたらなと思います。しげちゃん、行ってみてください。ありがとうございました。さあ、そしてラジオネーム、よしょトゥーパンプスさんからいただいております。ちょっとここで音を変えましょう。よいしょ。アーツ前橋と元気21がレモンの話題で包まれていますが、お酒の世界でもレモンは大人気です。9
空前のレモンサワーブームで、様々なメーカーからたくさんのレモンサワーが販売されています。レモンサワーといえばエグザイルですね。今では伝説になっていますが、彼らがブレイクする前に夢を語り合いながら飲んでいたのがレモンサワー。そのエグザイルが監修したエグザイル公式レモンサワー、レモンサワースクワットがローソン限定で販売されています。大人気商品なので品切れしているところもありますが、もし見つけたら即ゲットです。同じくローソンの唐揚げくん、レモン味と合わせればうーんとうめえさね。密にならない場所でエグザイルのように夢を語り合いながらレモンサワーを飲んでみてはいかがでしょうか。あー、これ有名な話なんですかね。私知らなかったです。そっかねえ、今やっぱレモンなんでしょうね、時期なんでしょうかね。他にもゴルゴ38さんからも、アーツ前橋ですがまだ行ったことがないので、これを機にゆっくり見てみようかなと思います。ありがとうございます。そうなんです、実はですね、私がM ウェーブで電波を通して朝とかね、昼とかで行きました、ぜひ皆さん本当にいいので行ってみてくださいって言ったら、中にこう行ってきましたっていうリスナーさんが多くてですね、とっても嬉しいです。ゴルゴさん、ぜひ足を運んでください。本当にこれ世界の方にも伝えたいですし、もうね、県外の方にもね、あともう少しで来れるようにもなりますので、ああ、なんか来ていただきたいなと思う、そんな展覧会でございます。もちろん前橋市民の方もね、本当にすぐそこにすごいものがありますので、ぜひ足を運んでください。ゴルゴさん、ありがとうございました。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。クリップラストソングはこの曲、オフィシャルヒゲダンリズムでラストソング。時刻は12時51分を回っています。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。皆さん、今日のクリップもいかがでしたでしょうか。では最後にもう一つクリップしてほしいことをお話しします。実はですね、今週の日曜日6月21日は部分日食が見れると言われている日なんです。太陽の一部が月に隠れて欠けて見えるのが部分日食です。これが日曜日の夕方に観測できます。群馬県だと午後4時10分頃に欠け始めて、午後5時9分に欠ける割合が最大となるそうです。高山村にある県立群馬天文台があるじゃないですか。そこがですね、望遠鏡による観測映像をなんと県公式チャンネル鶴の巣で生中継するんですって。面白いですね。ぜひ皆さん、日曜日はね、父の日ということもありますので、お父様と一緒に部分日食を見ていただけたらなと思います。ちなみに次に県内で部分日食を見られるのはいつだと思います？2030年ですなので、もうだいぶ見られませんね。これを機会にぜひ多くの方に観測してほしいと思います。最後のクリップは部分日食のお話でした。今日もクリップしてくれて皆さん本当にありがとうございました。さあ、そして前橋市内ちょっとね、お天気悪くなってきましたね。この後持つのでしょうか。ただ降水確率は 30% と出ております。これからお出かけされる方は必ず雨具を持ってお出かけしてください。帰り道ね、視界が悪くなってるかな、ね、地域もありそうなので安全運転心がけてお願いいたします。そして歩行者の方はですね、きちんと明るい服を着たり反射材をね、着用してお願いいたします。ではまた明日お会いしましょう。担当は磯日彩香でした。さようなら。素敵な午後を。